教会からの発表ではここでフラウが封印符なしにバルスファイルのナイフに触れていたとあります。それが様々な憶測を呼んでいるのです。フラウがもともとバルスファイルだったのか、それとも偶然怪我されてしまったのかと。怪我されてるとか怪我されるとかそういう問題じゃない。あいつは闇の者たちを斬るセブンゴーストだ。彼がもともとバルスファイルなら死罪、偶然怪我されてしまったのならナイフに術をかけたバルスファイルを捕まえるしか救う方法はありません。バスティン様がそんな教会の発表を鵜呑みになさっているなんて。フラウ司教が怪我されるはずなんかありません。司教を陥れた人間がいるはずです。私はあの子がバルスファイルではないと信じています。フラウは偶然にこの現場を発見してしまったのでしょう。私もマナ弟子を助けるためにここに来たんですよ。マナ弟子？フラウ司教はバスティン様のマナ弟子だったのですか？どんな子供だったんですか？聖職者に不向きな悪ガキでしたよ。ラグス戦争終結後、あの子がやってきたのはバルスブルグ帝国が全土制圧の空賊討伐を行った直後だった。何も信じない、その青い目に頑ななまでに悲しい決意を秘めた少年だった。我と共に歩まんとする者、未来永劫その御霊を讃えん、この意味がわかるかな。そいつの兄様気取りだ。神様です。フラウ君は神様についてのお話が足りないようですね。さあ一緒に読みましょう。うるせえジジイだな。三つの願いを叶えたら死ぬなんてふざけたルールを作りやがったから俺の仲間は死んだんだ。そんな神なんか信じねえ。では第1巻1章から朗読しましょう。懐かしい思い出です。しかし彼は驚いたことに財本を風のごとく操り、そのバクルスの威力は司教たちをも圧倒した。まさに最地あふれる天の申し子だったのです。この子はきっと闇退治専門の司教にふさわしくなる。私は諦めなかった。神の力を使うなら神のご意志を学ばねばなりません。神の力じゃねえ、俺の力だ。それに俺の神はもう死んだ。奇跡が起こらないなら祈りに価値なんてない。あの子はいたずらばかりしていつも皆を困らせた。焚き火で肉を焼いた跡が。そんな戒律破りを誰が。しかしあの子は楽しくてやっているのではない。バスティン様、いくらジオ様宛ての紹介状を持っていたからって甘やかしすぎですわ。バスティン様、回廊の壁にまた財本で落書きがされています。バスティン、中庭で戒律を破った不届き者が。私は知っていました。夜更けに彼がこっそり大聖堂を伺っていることを。フラウはペアローレンが世に落とした3つの願いという災いを
誰よりも憎んでいました。その憎しみと仲間たちを亡くした悲しみを、あの子はその小さな胸に閉じ込め、神にすら救いを求めることを自ら禁じて、たった一人で耐えていたのです。そしてその後、彼は救いを求めることなく、自分で救いの手を差し伸べたのです。司教様、司教様、このくらいの小さな司教様はいらっしゃいませんか？小さな司教ですか？うん、夜中に僕の部屋の窓から入ってきて、胸の変な印を取ってくれたんだ。私ったら、この子がコールに侵されていたのも知らなかったのです。どうかご慈悲を、小さな司教様にお礼を言わせてくださいまし。外は奇妙な噂で持ちきりでした。窓から小さな神様がこっそりやってきて、神に背いたことが恥ずかしくて誰にも言えずに隠したはずのコールの印をもぎ取っていくのだと。フラウ、どこに行くんです？夜間外出は禁止ですよ。あなたまさか司教になってもいないのにコールを？あんたの技を見よう見まねで覚えたんだ。コールを退治すると少し軽くなる、心が救われる。違う。ただ今度は幸せになれるようにって思いながら退治している。フラウ、それが祈りですよ。さあおいで、愛しい子。バスティン司教、なんで俺に構うんだよ。誰も俺を迎えに来てくれないんだ。仲間だって言ったじゃねえか。なんで俺だけこの世界に置き去りにしたんだ。本当は俺も最後まで戦いたかった。どこまでも一緒に連れて行ってほしかった。奇跡を願うのではなく、ただ自由を求めて、この大きな空に散った美しい魂たちを救うために祈りがあるのです。これからは私がずっとあなたと一緒にいます。俺もあの日、フラウ司教が母上を救ってくださったことを忘れはしない。今度は俺がフラウ司教を救ってみせる。バスティン様、見張りの交代の時間です。夜更かしはお体に障ります。おやおや、もうそんな時間ですか。こんな話をしたことはフラウには内緒ですよ。あ、はい。ありがとうございます。犯人の手がかりはつかめなかったけど、バスティン様がいてくださるだけできっとフラウ司教は救われています。